アバカ。アバカ、アボカ、アハチコウ、ビークカーン。1234年2月27日から1282年4月1日は、イルハン朝の第二位大ハ二1265年から1282年。父は、初代ハーンのフレグ、ハン。母は、フレグの第五位の日で、スレデス部族出身の家ンジンハトゥン。年に父。 フレグが、西方遠征軍司令に任じられると、アバカは弟ヨシムトラと共にこの西方遠征に従軍した。1263年暮れに、ジョジウルスのベルケとの不和から戦争になり、ノガイがカフカス方面から侵攻してきたが、フレグ先生軍は辛くもこれを撃退。アバカは一旦、このご爪として、アーザルバー・イジャーン地方に派遣され再度侵攻してきた、ノガイの処軍を撃退した。 その前後に、フレグは、生成軍が、実行支配していた、諸地方をモロコに統括するよう命じ、アバカは、アムダリア側下半に至るにラク、ホラーサーン、マーザーンダラーンの諸国を委ねられた。1265年2月に父、フレグが没した時、彼はこのため、ホラーサーン地方にいたが、直ちに、ヨシムトが管轄していたタブリーズに上り、フレグの葬儀を済ませると、 同年4月にクリル隊を開催し、6月15日に、生成軍の王族、諸将に衰退される形でフレングの多いと、生成軍全軍を継承し即位した。イラン全土の諸地域をヨシムトや、トブシンなどの兄弟たちに委ね、アーザルバー・イジャーンやファルス、ケルマンなどの諸地域は引き続きクルト長や、アルトク長などのアタベク政権、カラヒタイアサなどの諸勢力の安堵を約束し、 財務官庁をワズイールのシャムスティーン・ジュワイニーに、さらに、バグダードの経営については、ワズイールの弟で、イラク地方へ派遣された、寸弱のヤンの補佐官となった、歴史家、アターマリク・ジュワイニーに任せるなどして、諸地方の統治の整備をまず取り掛かった。翌7月初旬には、野外の再三にわたる進行に対し、ヨシムとの派遣を行い、これを撃退に成功。今度は、 ベルケ自身が申請するところとなり、クラガーとかのために、グルジアのティフリス近郊まで大軍を引き迫まったが、この地で、ベルケが急死し、ジョチウルス軍は撤退。北方の脅威は、一旦は収まった。しかし1269年、東方のチャガタイウルスの投位を、ムバーラクシャーから奪ったバラクが、オゴデイウルスのカイドや、ジョチウルスのモンケテムルと協定を結び、そのまま、 アムザリア側を渡って申請し、ヘラート近郊まで攻め入った。アバカは自ら諸軍を率いて、1270年7月21日に、ヘラート南部のカラスウ平原の戦いでこれを迎撃、撃破し、対将を収めた。この戦いに前後して、カイズと協定を結んで休戦している。このカラス平原の戦いが終わり、アーザルバー・イジャーン地方へ帰還した同年11月6日に、 マラーゲ南部のチャガトゥ地域での宿営中に、クビライからフレングの位を継ぎ、イラン地域の支配権を委ね藩となるようにとの旨を、伝える使者が訪れ、直令、ヤルギグと王冠などがもたらされた。こうして、同年11月26日、モンゴル皇帝、クビライの承認のもとに改めて、イルハン朝の藩として、同地で大の即位を行った。同じ時期に、ジョジュルスのモンケムルからも、 バラクとの勝利を祝して、ハヤブサやタカなどの贈り物を携えた死者を、接見しており、ジョチウルスとの友好を、ひとまず回復させる子ができた。こうしてクビライ及びモンケテムルとの友好を保ちつつも、カイルとも和平を結び、東北国境の安定にも一応の成功を収めた。しかし、この年の暮れから翌年にかけて弟ヨシムと、トブシンをグールに加え、 聖母へ寸人ハトゥンが没している。母のウルドは、この後自らの第四位の日で、ケルマンのカラヒタヤサの第三代君主スルターンクトブッディーンムハンマドの娘、パードシャーハトゥンに委ねている。1273年の夏に、アバカはチャガタイケやオゴデケから侵攻を危惧して、ブハラの住民をコラーサン地方へ移住させるよう命じたが、 ブハラに駐留していた部隊がこれを違えて、略奪と殺戮を行う件が起きた。アバカはこれを指揮した、部隊長を処罰したが、カイズ陣営へ逃亡した、マスウード、ベクのマドラサなどもの気並み略奪にさらされるなどブハラの市街地とその周辺は、破壊が凄まじく、復興に至るまでこの地域は7年もの間、無人状態に陥ったと伝えられる。 1273年7月6日には、イランホラサーン総督として、脱腕を振るったアルクンアカが、翌1274年6月24日には、大学者、ナスイルティーン・トゥー・スイーが没した。1275年頃からは、エジプトのマムルーク町のバイバルスらに、シリア教育を何度か侵攻を受け始めるようになった。1277年に、バイバルスが死去して、 継承争いが始まると一旦は収束したが、内紛が静まって、カラーウーウンが登場すると、彼による信仰を受けるようになる。1281年には、カラーウーウンとシリア領有をめぐって戦ったが敗れた。1282年4月1日、モースル近郊で没死、フレグの墓所であるウルミエコ島岸のシャーフーの大近地に埋葬された。死因は、 アルコール中毒だと言われる。もともと主豪だったが、前年の敗戦でさらに酒の量が増したのではないかと言われている。父と婚約の予定であった東ローマ帝国皇帝、ミカエル八世、パレオロゴスの王女、マリアと結婚した。また、自身もネストリウス派のキリスト教徒で、キリスト教に対して親しみがあったため、ビザンツ帝国と結んで、 マムルーク朝などのイスラム教勢力と対立した。また、イングランド国をエドワード一世とも交渉を持った。終始、アバカハンオサムによると、アバカの息子は、アルグンとケイハ発の二人で、娘は七人がいたと伝えている。その他、氏名不明の即質多数、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。